きのミサちゃんの素敵になりたいって言葉、あれは本当の気持ちよね。はい、なんですな。その気持ちは嘘じゃなかったんだよね。そう思う。ミサちゃんは帰らなくていいよ。お姉さんたち、なんか胸がギューってなって不思議な気持ちなんですな。ミサ様、なぜお泣きになっているのです？いいからあなたは黙ってて。ミサにはクリエイティブがなかったから、妄想が本当じゃないものだったとしても、やっぱりお姉さんたちは素敵だったんですな。ミサちゃん、ねえミサちゃん、きっともうミサちゃんにはクリエイティブする力があるよ。だからここで一緒にいろいろ作っていこうよ。うん、そうね。原宿は素敵になりたい人なら誰でも受け入れてくれる街だもの。スクーパーズだとしてもミサちゃんなら問題ないわ。だからミサちゃん帰らないで、また一緒に可愛いアクセサリー作ろうよ。ミサも帰りたくないですな。でもミサはやっぱりスクーパーズだから、もういろんなものをこの星から奪っちゃったんですな。だからこれ以上お姉さんたちに迷惑かけたくないですな。奪ったものはこれから返していけばいいと思う。そうだよ、賛成よ。お姉さんたち、ミサやっぱりお姉さんたちと原宿が